皆さんこんにちは。今日はですね、2020年モデルをなんとこのロストのブースで西井社長自ら教えていただきます。はい、西井さんこんにちは。こんにちは。いいですかね。お願いします。いきなり入っちゃいますけど。ちょっといいですか。教えてもらえますか。はい、まずですね、おすすめの4モデルがあります。はい。まず一つ、ロケットディダックス。はい。これはですね、ロケットディダックス。10年以上前ですね、あのロストの、ミニボードとして発売されたモデルで、まだあの SNS ですね、あの Facebook だったり Instagram だったり Twitter なんかがなかった頃、はい、リアルに口コミで人気のあったモデル、うん、今はもう本当に SNS が発達しちゃったんで、もう嘘だろうがデマだろうが、あの本当だろうが、あのどん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 あの発信されて、うん、どの情報が本当にいいのか悪いのかっていうのがみんなあのね、分かんなくなっちゃってるんですけど、まあそうですね、その、まあね、SNS がなかった時代に本当に人気のあったモデルなんで、そんな時代に本当の口コミで広がったのがこの板、そうです。で、まあ、その時代を知らない今の若い子たちに、はい、あの教えてあげるっていうことと、あとまあその時代のこのボード本当に良かったボードなの、乗ってた懐かしんでる世代の方たちなんかにももう一回乗ってもらえるように、あのリダックス、あのもう一回ですね、あの発売したモデルです。ロケットリダックス、はい、うん、板のコンセプト的にはどんなイメージですか。ミニボードの走り、もうミニボードの、はい、デザインに影響を与えたモデルなんですよね、これ。先がとんがってるんだけれども、短くて幅広で、だけどハイパフォーマンスサーフィンができる、まあ、昔よくミニボードっていうブームがあったんですけど、うん、それの走りですよね。なるほど。で、このでオリジナルのロケットテール、はい、これもメイヘムのロケットってね、オリジナルの、あの、ね、これ一番最初に作ってましたよね。そうですね、すごいな、はい、もう彼の息子の名前をロケットっていうぐらいですか、ね、マジっすか、はい、すごいな、知らなかったそれは。さすがです、はい、まあ、このミニボードとこれすごくね調子いいんで、あと今だからそのまだね、あのサーフィン始めてなかった頃のロストの今のね、10代20代のライダーなんかに乗ってすごく調子いい映像が今どん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 出てきてるんでね、見てください。ちょっとやっぱり短めに乗るボードですか。そうですね、あのレギュラーボードは58だったら、はい、55とか54とか、はい、うん、57だったら、そうですね、57、58ぐらいで乗ってもらうのがいいと思います。身長前後ってことですか。ね、身長っていうよりもレギュラーボードよりもだいたい2から3、まあ3ぐらいを3前後あの少なくして乗ってもらうと一番目安としていいかもしれないですね。なるほどですね、まあ、あとはリッター数を見てっていう感じになるんですかね。リッター数はそんなに古くありめに乗らなくてもあの幅広なんで、うん、あのよく走りますから、はい、なるほど、幅広いですよね、本当テイクオフしやすそうなリッターですね。ノーズ見てください、結構、ね、すごいですよね。了解です。そしてこちらが、はい、ソードフィッシュですね。ソードフィッシュ、これはこれもちょっと話題になってますよね。そうです、これちょっと見てほしいんですけど、はい、この部分ですね、マークの部分、はい、コロエ・アンディのソードフィッシュロストサーフボードとなってますけど、はい、まあ、先がね、ノーズですね、先っぽが尖ってるボードなんですけど、これの元となるモデルがこれなんです。ラウンドノーズフィッシュレッド、はいはい、このボードを乗ったコロヘア・アンディーノが自分用にこのモデルを進化させたい、うん、あ、そうなんですか。もっとパフォーマンスできるように、したいということでデザイン開発が始まって商品化されたボードです。なるほど、はい、これかなり人気で売れてましたよね。そうですね、これでもう3年目のモデルなんですけど、いま、ね、だに人気があるんですけど、うん、このボードこれが進化したんだ。そうですね、これのフィッシュボード、これをもっとパフォーマンスボードできるようにしたボードですね、はいはい、のもっと先をノーズをキューンと尖らせて、そういう流れがあるんですね。そうですね、なるほど、だからコロヘが作ったのか。そうです、まあ、ソードフィッシュってちょっとテールの、部分ですね、はい、フィンの部分色がちょっと樹脂が黒くなってると思うんですけど、パッチが入ってますね、はい、あデッキの方、こっちですね、パッチが入ってます、ね、これはね4オンスのボランクロスっていうちょっと特別なクロスで、あのカーボンのテールパッチのようなあの補強のためについてるあの
モデル、あのそうですね、これは。で見てもらうと分かるんですけど、フィッシュのデザインなんだけど、ちょっととんがったパフォーマンスできるようなボードなんで、ちょっとあのハイブリッドな感じですかね。フィッシュと、ショートボードとの中間になるようなボードです。調子いいです。フィンの設定はどんな感じで乗られてるの？フィンの設定は5フィンなんですけど、はい、もちろんクワッドでも乗れますし、あのトライフィンでも乗ることができます。で結構ね、この辺は見てるとこの辺はトライフィンになってて、僕もクワッド結構ボード好きなんですけど、あの内緒なんですけど、トライフィン調子いいです。あららら、内緒のことも付け加えていただいて、はい、あらす、ごちそうさまです。ということで皆さん、ありとあらゆる乗り方ができますよ、このボードですね。はい、ね、これあとラッドリッパー、うん、これがですね、オーストラリアのスタップっていうウェブサイトがあるんですけど、はいはい、皆さん多分あの世界でもね、結構アクセスのあるサーフィン系のウェブサイトが未来にご覧になれたことがある、そこのが2019年、アメリカではもうこれ先行発売してて、アメリカオーストラリアで先行発売してて、そのアメリカと、オーストラリアの100件のサーフショップに実際に電話して、何が一番ボードが売れましたかっていう質問したんですよ。でそれで一番売れた、調べて一番売れたモデルとして受賞、これもウェブサイトにも出てるんですけど、ベストセールモデルですね、2019年。これがついに日本に入ってきました。そうなんですか。ラッドリッパー、はい、その一番売れた理由をじゃあ早速解説していきましょう。デザインのかっこよさ、はい、見た目のレトロなかっこよさなんだけれども、乗るとすごいサーフィンができる、乗りやすい、乗りやすさですよね。そうですね、乗りやすさは大事ですよね。でフラットデッキ、はい、これは 80s デザインなんですよね。 80s デザインのすごいいいところを、フラットデッキで、あのフラットデッキにフラットデッキなんですね、はい、フラットデッキにしてこういう台形のこういうレールですね、はい、でレールを持った時にフラットデッキってどうしても厚く感じてしまうんですけど、だけどこういうレールになってるんで、実は水の中に入るのがこの部分、うん、この部分なんで薄いんですよ。だから動きが意外と早いんですね、はい、際どく乗れます。であとピークノーズ、これノーズが、くちばし状のノーズになってるんですよね。極端に言うとここに厚みがあるんで、こういう形ですね、極端に言うと。こういう風になってることによって、ボードのデッキ、フラットデッキがこのままフラットにこういう風に最後までフラットに来れるんですよ。ということは普通のボードの作り方だと、もっとノーズに行くと薄くなっちゃうんですけど、ここにボリュームがあるので、パドリングした時に前にのめり込める。ってことはパドリングした時に下に落ちてく、あの波に抵抗する下に落ちてくタイミングが早いので、早くていく、そういう感じですね。そういう秘密も隠されてる。前に行けて早くて下に落ちていくのも早いって、まあ、とにかくテイクオンも早いし、あのすごくあの浮力もあるものなんで、はい、ちょっとこれも短めで乗ってもらってですね、1、2日ぐらい短めで乗ってもらうといい板です。幅がすごくあるように見えるんですけど、ウィングが入ってるんですね。そうですね、テールなんですけど、シングルウィングのワイドスカッシュテールで、ワイドのスカッシュテールの中にはすごくきつい V があります、ここ、はいはい、シングルダブルコンケーブの V ですね。で幅の広いテールで波の力をあの受けて、スピードをどん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 、弱い波小さい波でもスピードがどん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 出るようにしてあるんです。だけどこのままテールが厚いと踏むことができない、切り返しができないので、うん、ノーズのこの部分ですね、薄くリッシュカップから、うん、こういうふうに落としてあるんですね。ことによって足を置いてこう踏み込みやすくしてあるという、はい、よく動くように、はい、ちゃんと動くように。テールが削られてますね、これすごいな、これ、まあ、考えられたデザインですね、はい、これがラッドリッパーです。ラッドリッパー、これもまた抵抗速そうですね、すごいな。そしてついに、はい、ドライバー、これですね、そうですね、ドライバードライバー 2.0、 ドライバーというモデルがアップデートされて 2.0 になりました、はい、うん、はい、これは、ロストの、まあ、アイコンみたいなモデルで、うん、まあカリスタン・ムーアを、ワールドチャンピオンにしたり、
トライアンディーノオリンピックの代表選手にしたり、まあ、とにかくコンペティションシーンで数々の優秀な成績を収め続けている、まず多分世界で一番優秀な成績を出し続けているモデルだと思います。はい、そうですね。はい、そうですね。まずはこのドライバーですよね。ロストというのもハイパフォーマンスすごいっすね。ヤコドラも2019年 US オープンこれ乗って優勝しましたからね。あ、すごい板です、はい。とにかくもうコンペティターがワイプアウトしない、ミスをしないように調整してある板なんですね。はい、で前のドライバーと何が違うかというと、はい、ノーズのこの12インチの幅、若干だけどワイドになってます。ワイドになってます。そうなんですか。はい、これは、サーファーがローラーコースター、リップ、エアリアル、着地した時に、ノーズが食わないようにしてあるんですね。そうすることにメイク率が上がるので、うんうんうん、コンテストなんかでは絶対にしちゃいけないワイパーを減らすことができる。なるほど。そういうデザインです。そういう秘密があるんですね。はい、そうです。で、あとボリューム、センターのボリュームを高くして、その分レールを薄くしてるんで、その動きの速さっていうのも出てますね。はい、ドライバー 2.0 これ評判いいです。ですよね、はい、これ多くの日本のプロの選手も乗りたがりますもんね。そうですね、まずはこれをみんな乗りたがって、そうですよね、これになっちゃいますね。ですよね、はいはい、もうロストでね、パフォーマンス持ってる時はこれ乗っておけば間違いないです。間違いないですよね、はい。そうなんです、アマチュアのトップからプロのトップまでみんなこれを、はい、うちのスタッフもみんなこれを乗りたがってます。すごいな。以上の4モデルですね。ありがとうございます。そしてこのレプリカモデルが、そうですね、これが同じドライバー2 の、 レプリカモデルなんですけど、これはスタップインザダークっていうオーストラリアのスタップっていうウェブの、ウェブマガジンっていうのかな、そこの、企画で、2019年のファイナルステージ、うん、で 6個のブランドがファイナルステージに残ったんですけど、はい、ロスト、チャンネルアイランド、パイゼル、JS、DHT、プーカス、この6個がファイナルステージに選ばれて残って、まあ、マーク入れないで、プロサーファーにサーフボードを提供して、どのボードが一番かっていうのを1ヶ月世界中のいろんな波で、うん、試し乗りして答えさせるっていう企画だったんですね。でその中で、まあ、3人っていうのがジョディ・スミス、ミック・ファーニングで、ね、その3人でジョディス、ミック・ファーニングが1番、デーネ・ローズが1番、ジョディ・スミスが2番にドライバー2を選んで、すごいな、もう並みいる板を押しのけ、はい、で その時にグレーのエアブラシを吹いてあるこのドライバー2をロストは彼らに提供したんですけど、その時と同じカラーリングで、記念のモデルとしてスタッフインザダークのロゴが入ってる、ね、すごいっすね、はい、かっこいいっすよ。これ 限定です。限定ですよね。限定です。すごいな、これが。せっかくならこれが欲しいですね。そうですね、これ見つけたらこれ買ったんですよ。そうですよ、はい、作んないですもんね。そうです。でこれが、限定であります。ありがとうございます。これ一つ質問なんですけど、はい、どの波でどういう板がいいとか、どのレベルだとどういう板がいいとかっていう、皆さん結構いろんなお客様がいるんで、ワンポイントずつアドバイスいただきたいんですけど、うん、なるほど、まあ、中上級者でコンペティター、はい、まあ、コンテストを目指してる、縦の動き、ポケットの中でサーフィンしたいっていう方にはドライバー、間違いなくドライバー2、はい、で、ちょっとパドルが遅い、はい、疲れてパドルが弱い、うん、遅い、あと年齢が少しいってる方、うん、楽しくサーフィンしたい、うん、ウィークエンドって、あと 週末だけなんだなんていう方にはこれ、うん、ラトリパ、じゃあ自分これですね。そうですね、はい、まあ、もう年齢もいって、でもね、これ意外とフリーサーファーなんかにも人気があって、まあ、うちで言ってね、湯川雅人とか、おー、はい、うん、ね、ああいった、まあ、20代後輩の後半のプロなんかにも、まあ、ロストのライダーたちもね、リューク・デイビスとか、うん、その辺のね、ちょっとフリーサーファーのですよね、あとメイソン・フォーとかね、うん、そういう人たちにも人気ありますよね。うん、あと
これですね、ソードフィッシュは、ソードフィッシュはどっちかっていうとフィッシュなんですよ、はい、やっぱり、うん、あのパドリングがフィッシュなんで、あの安定感と速さ、そうですよね、安定感と速さ、フラフラしない、幅が広いので、あとロッカーもダウンしてるので、うん、あとパドリング時がフラフラしないよ、安定したボードが欲しい、あと波がやっぱり弱い、小さい、うん、そういったところで数多くサーフィンするっていう方にはいいと思います。もちろん週末のサーファーもいいですし、体重ある方にも一番浮力が出せる、同じ長さで比べてような一番浮力が出せるものなので、はい、体重がある人にも向いてます。乗りやすいですね、はい、そしてこの子、このロケット、はい、これはですね、まあセカンドボードで、うん、コナミ用で波を切り刻むように乗りたいなっていう、元気のいいサーファーに乗ってもらいたいなっていう板ですね。いいですね、はいはい、じゃあ湘南とかね、うん、そうですね、湘南の膝腰のね、押し上が強くてね、弱くてもう、とにかく横にシュン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 走っていきたいなっていう時なんで、面白いです。最高っすよね、うん、波の高さがなくても小刻みにボードをチュンチュン動ける、動かすことができるんで、そうですよね、短めに乗れるんですもんね、はい、なるほど、皆さんこの4モデルちょっと悩みますけど、お店の方に入ってきますので、はい、どれにするかスタイル別に考えてみましょう。そうですか、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。でも一番おすすめは 2.0 ですよね、こちら。そうですね、まずあれを乗ってみてくれってことですね、ロストだったらね、うん、ですね、あとはね、やっぱ、うん、ラットリッパーは僕的にはもう乗りやすいんで、とにかくそういう板がいいですね。これラットリッパーね、乗りやすいんで、多分僕らの年代、まあ30代40代ぐらいの方にはちょっとドライバー辛いななんていう方にはこっちでいいじゃん。これだったらもうね、安心して乗れます。了解です、ありがとうございます。皆さん、はい、このお話を聞いてどれにするかゆっくり悩んでから遊びに来てください、はい、そうです ね、はい、テント行ってもゆっくり悩んでください。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。西井プロでした。